はい、こんにちは。まーやチャンネル、まーやはらです。2015年7月26日、本日放送分の手裏剣戦隊ニンニンジャーで、このライオン覇王と手裏剣人とバイソンキングが合体しましたね。覇王手裏剣人になりました。それをですね、このデラックス3体でやってみたいと思います。はい。はい、では実際やっていきましょう。はい。ではまずはですね、この超合体人手裏剣、これの音声を聞きながらやりましょうか。はい。はい、超熱いぜ。超合体人手裏剣、イケイケどんどんだ。覇王手裏剣合体。はい、覇王手裏剣合体って言ったから、これ覇王手裏剣合体しましょう。まずはここだね、これをぐるっとひっくり返す。手裏剣人が手裏剣人とバイソン人がひっくり返してないの。そうそうそう、手裏剣人とバイソン人がひっくり返してこの状態だね、これでまずはこいつかな、バイソンキングの胴体と足が分かれますね。はい、せーの、よいしょ。はい、それでこのお尻パーツを後ろにつけるんだよね、これ、うん、どこだっけ。お尻パーツここついて、バイソンキングのこのライフルを外して、ライオンの口を閉じて、でこの子バイソンキングのお出て下げんだっけ、これ。いいよ。それでもこうしないとつかなくない。あ、そうだね、下げる。これでこう、こうだね、うん、結構ここ荒いね、うん、はい、こんな感じになってますね、うん、バイソンキングの胴体が背中にくっつくと、うん、結構これ荒いですね。それでこのライオン覇王の手裏剣一回取るね、取ります。でここだ、ここここ、ここに手裏剣陣乗せんだよね、はい、じゃ乗せてみてもらえますか、はい、シールを取って、ちょっと剣も取る、ソードも取る、手を上げて、はい、足を曲げて、うん、そうだね、なんか座らせる形にするんだね、うん、でこっちはこれを出して、はんはんはん、うん、こうでこう乗せると、はい、はい、そしてここ持たすと、これを持たして、持った、うん、持ったね。でこのシールを、シールを右手に、あ、右手だね、右腕のとこにセットで、こうか、うん、はい、ここに、ここにはまりました、バイソンの、うん、あのライフルね、うん、で、ドラゴ、ドラゴシ、あ、ドラゴソードは、ドラゴソードがこっち、反対側、はい、はい、両側に武器、セットする感じね、うん、これこっちだね、うん、足が、ライフルみたいになるんだね、うん、はい、これだ、ここ、でかい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 、でかい、でかい、ほら、でかい、ほら、でかいでかい、もうカメラ近くまで来ちゃったもん、ほら、うん、はい、そして最後に手裏剣だ。じゃあこれでセットしてみてください、うん、手裏剣ね、できました。でかい、でかいよ、でかい。そして赤忍者超絶は上に乗っかると、はい、こんな風になってますね。赤忍者超絶手裏剣の上に乗っかってますね、でかいね、うん、こんな風になってます。ちょっと持ってみようか。重い重い重い、これ重すぎ、はい、このような感じになってますね、うん、これでかいよ、これ本当に、うん、戦車並みだよね。前に手裏剣陣が乗っかってて、でその中にまた忍び丸が乗っかってる感じだよね、うん、そして両腕にはバイソンキングのライフルが乗っかってるという感じですね、うん、はい、足だけはね、これ本体ね、もうこれさ、歩くのが無理でさ、キャタピラ走行だったよね、テレビでもね、うん、そして背中を向けるとこんな感じだね、うん、後ろ側にライオン覇王の顔がね、うん、ちょっとこれ残念だよね、うん、せっかくのライオンがね、うん、そして完全にお尻になってしまいました、バイソンキングですね。意味ないよ、ね、意味ないこれ、うん、これかわいそすぎるね、うん、なんとかなんないのかな、これ、うん、こっち側でもなんかロボにすればいいのにね、うん、もったいないからね、うん、実際動くときはこんな感じだね、うん、こんな感じ、うん、で、顔が
こことここあるんだよね。2つあるよね、うん、まあ、実際はここにね忍び丸乗ってるから3つあって、その上に赤忍者超絶あるから顔4つもあるっていう。うわー怖い。はい、栄心くん6歳だけど持てるかな。いくよ、せーの、はい。重い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 。これ栄心くん遊べないよね。6歳の栄心くんでも持てないんだからさ、いや汗だくになっちゃったわ。汗だくになっちゃった。はい、ということで今回はですね、覇王手裏剣陣を作ってみましたね、うん、でかすぎましたね、うん、はい、重すぎました、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。